俳優の高畑充希と田中圭が W 主演を務めるテレビ朝日系ドラマ、アンノウン、毎週火曜午後9時の第8話が、今日6日に放送される。今夜、連続殺人犯の正体がついに判明する。先週放送された第7話のラスト1分では、浅田虎松、田中圭の親代わりだった戦隊警察官、よよづかゆきお、小手伸也が謎の転落死を遂げるという衝撃の展開に、よよづかは最後に、犯人は吸血鬼を狙ってる、と伝言を残した。今夜放送の第8話では、最終話を前にして、未解決の血を抜かれた連続殺人事件の犯人が明らかになる。5番目の被害者、五十嵐祭、ファーストサマーウイカ、6番目の被害者、一条飛雄が、井浦新太、そして7番目の被害者、よよづかゆきお、小手伸也、と、身近な人たちが犠牲になり、ショックを隠せない心&虎松夫婦や町の住人たち、血を抜くという手法に隠された意味、吸血鬼イラストの殺害予告は何を示しているのか、心のスマホに送られた虎松のメッセージは何だったのか、そして一条だけ殺害方法が違っていたのはなぜなのかなど謎が深まる中、ついに判明する真犯人の正体、そしてなぜこれほど多くの人々を惨殺しなければならなかったのか、その真相も明らかとなる。果たして真犯人が判明することで本当に連続殺人を止めることができるのか。物語はいよいよ驚天動地のクライマックスへと向かう。